まあ、こういう人はね、大抵人生で一番になれなかったという体験をしてるんですよね。息子さんと旦那さんを同時にいっぺんに育てると思ったらいいんですよ。長男次男だと思えばいいんです。なかなかうまくいかない時代になったわけだから、大きく変えなくちゃいけないっていうのは仕方ないことだと思います。自分でなんか新しいことを構築しないと、今までと同じことやってたら難しいですよね。皆さんこんにちは。本田健の人生相談、リア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。動画でご覧になっている方は、あれ健さん、はい、壁紙いつもとちょっと違うところだな、なんていうふうに、ね、はい、これはね、バーチャル背景ではなくて、今の隠れ家の2階に僕の書斎がありまして、そこはこんな形で、僕の書斎っていうか、いろいろテーマがあるんですが、これはね、ちょっと見えるかな、こういう黄色電線になってます。じゃあ黄色のお部屋から、今日はそうです、今日は黄色の部屋からお届けします。撮影ですね。はい、はい、ところで本田健書店なんですけれども、はい、最新刊、これがボリューム9ということでリリースになっていまして、はいはいはい、9月の28日にこれが出されたものなんですが、はい、タイトルが自分の才能の経験を見つけてお金に変える技術ということで、毎月毎月リリースされているその9つ目の本ということで、はい、どういった感じの内容なんでしょうか。まあ、今回はその4月ぐらいからその想定してて、まあ、7月8月ぐらいからちょっとコロナが落ち着いて、で7、8、9と僕はちょっとミニバケーションになると思ったんですね。でその間にそのやっぱ賢い人たちは秋からの準備をしていて、でそれはポストコロナ時代にどうやって生きるのかってことだと思うんです。でそのためにはその、まあ、お金がある人たちは問題ないんですけど、お金がない人たちは自分の汗か頭かで稼がなくちゃいけないわけですよね、うん、でこれから仕事がどんどん減っていく中で、その自分の才能を見つけて、でそしてそれで生きていくっていう生き方が、まあ、必要だと思ってたので、その才能を見つける、そして才能を生かす、そして才能をお金に変えるっていう3部作を今、展開しているところです。改めてお金についてのフォーカスっていうことですね。その、まあ、例えば第2章ではなぜ好きなことやってもお金にならないのかとかっていうのが出てくるんですけど、好きなことだけやっててもお金にならないんですよね、うん、で、まあ、お金がどういうふうに才能に、才能からお金に変わっていくのかっていう、そういうそのステップとか、好きなことをお金に変えるにはどういうふうなことをしたらいいのかとか、まあ、そんなことを、うん、書いてます。はい、ぜひ、ね、本田健書店もチェックしていただければと思います。はい、ぜひ読んでください。はい、それでは、本田健の人生相談、ディア健、今日も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネーム、タッツさんです。自分が一番正しいと思っている人がとても苦手で、私の上司がまさにそのタイプです。自分の思い通りにならないと露骨に不機嫌になり、いちいち気分が悪いです。プライドが高いのだと思うのですが、こういう人に対して上手な説得をし、コミュニケーションを図るコツが知りたいです、という質問なんですよね。はい、まあ、こういう人はね、大抵その人生で一番になれなかった、で正しくなかったっていう体験をしてるんですよね、うん、なのでその保証行為として正しくありたい、あるいは一番になりたいっていうふうに思ってるわけですよ、うん、なのでそのね、上司の方のその、タッツさんの上司の方のその若い頃、子供の頃すっごいできたお兄さんがいたとか、お姉さんがいたとか、お母さんとお父さんに怒られたとか、まあ、それでごくしゅんとなってる上司の顔を思い浮かべたら、ちょっとかわいそうだなっていう気になりますし、まあ、それでね、一生懸命それをリカバーしようとしてるわけですよ。なので、うん、そうかそうか、この人は本当に自信がないんだなっていうところを、まあ、見てあげて、でそしてそれに寄り添ってあげることができたら、そこまでね、嫌なやつに見えなくなります。なのでその上司がね、そのスーツでバリッとしてて、なんかすっごい偉そうにしても、実は5歳くらいの時にボキボキ自信ないんだみたいな感じの、そういうのが見えると、ああこの人って大変だったんだなっていうふうに思うので、逆にそのマウンティングでね、その人のお前は正しくないっていうふうにやったら、まあ、反発されるだけなので、なるほどね、そういう過去があったんですねっていうのを心の中でつぶやいてあげるといいんじゃないでしょうか。でもちょっとこう面倒くさいですね、そういう、もちろん背景ってそれぞれ人生であって今なんですけれど、はい、そういうところもこう抱きしめてあげるって、
仕事上の相手で、ね、こっちだって意見をこう通さなきゃいけないっていう時に相手のそういうのも見ながらするってすごく難しいバランスだと思うんですけれども、まあそうですよね。だからその仕事とか人間関係の一番大切なところっていうのは相手とつながるってことだと思うんですよね、なので自分がいつも正しいっていうのをグリグリ押したりだとか、そういうふうなことを取るのか、あるいは相手と協調しながら結果を出していくのかってことだと思うんです。なので相手がそういう状態だから嫌だっていうふうになったら結局相手と同じことなんですよね。なので仕事ができる人っていうのはそういった人たちもちゃんと受け止めた上 でそしてプロジェクトを進めていく力があるわけ で逆に言うとそれだけしか試されてないんです、ね、後の仕事の実務内容っていうのは実はあんまり関係なくて、なので、まあ、そういった人たちとの、まあ、やり取りっていうかそれが上手にできるようになるってことが僕は仕事の醍醐味でもあると思うし人間の成長の過程だと思います。そうですね、そう思えば、うん、あのね、その相手に対していちいち反応もしなくなりますね。ちょっとこう俯瞰で見ることができますもんね。そうそう、だからその人にちょっと愛を送ってあげられたらその分だけ自分は成長できるってことですよね。はい、質問ありがとうございます。はい、続いてはラジオネームみことさんです。私は今34歳で4歳になる息子がいます。夫婦共働きなのですが、もっと夫に子育てや家事を手伝ってもらいたいと思いますが、ちょっと子どもの面倒を見たり家事をしただけですごいやった感をアピールする夫を見るとイライラします、うん、もっと手伝ってほしいと言ってもやってるの一点張りで喧嘩になってしまうこともあります。どうしたらもっと夫に子育てや家事を手伝ってもらえるようになりますか。いい方法があれば教えてほしいです。はい、これはね、息子さんと旦那さんを同時にいっぺんに育てると思ったらいいんですよ。はい、長男次男だと思えばいいんですよ。もうね、世の中のお母さんね、子育てでただでさえ大変なのに、はい、夫のね、夫育てまでって本当大変ですよ、ケンさん。そうそう、だからそれが、ね、でも母親の喜びであり苦しみなんですよね。で旦那さんも、まあ、逆に言うとあの男性から見たら女性、まあ、男性同士女性同士もカップルもありだと思いますけど、その相手をどう育てるのかっていうのが鍵なわけですよ。なのでもしそのこの場合は男性女性のカップルなので、まあ、女性のみことさんから見て旦那さんがやってるっていうふうに言ったらすっごいやってくれてありがとうっていうふうにその皮肉じゃなくてね本当に褒めてあげるんですよ。そうするともっとやろうかなって気持ちになりますよね。はい、だからそれなのかあなたこんだけしかやってないでしょっていうふうに責めるのかってことなんですよ。はい、昔ねなんかこうなんで掃除やらないのっていうふうにお母さんに言われたらもう掃除なんか一緒やるもんかって思ったことってあるじゃないですか。ありますあります。はい、でもすごい綺麗だねってこれだとね気持ちいいねってお母さんも嬉しいわっていうふうに言われるともうちょっとやってあげようかなってはあの反抗期の時でさ思ったりとかするじゃないですか。はい、だからそういう意味で旦那さんがやった感が満載っていうんだったら他の旦那は全然やらないのにうちは本当に感謝だわっていうふうに言ってあげたらもっと、はい、もっとやってくれるわけですよ。なのでここでみこさんがやらなくちゃいけないことは自分が正しい、さっきとつながってますよね。自分が正しいだから相手に半分やれっていうことを要求して結局要求が飲まれなくて苦々しく思うっていう風な生き方を選びたいのか、一瞬大人にならなくちゃいけませんけども、まあ、ある意味その戦略的な大人になるわけで、いや本当すごいねってあの私の友達がねみんな羨ましいっていう風に言ってくれるのって本当嬉しいわっていう風に言ってくれて、でこういうこともやってくれたらもっと嬉しいんだけどっていう風に言われたら、あそうなの、それぐらいやるよみたいな気持ちになるんですよね。だからそこでなんでやらないのっていう風に言ったらもうそれで交渉決裂ですよ。なのでこれはいずれあの旦那さんでできなかったら息子さんでやらされることになります。そうですか。なので旦那さんと練習しておくと息子さんとも上手にできるんじゃないですかね。ああね、ついついいやいやってもうね自分のこう思いをぶつけたくなっちゃいますけれど、しかもついついね夫婦っていうとなんか対等のような感じでっていうかどれだけ私が子育てと家事やってると思ってるのよっていうスタートでいるお母さんってたくさんいると思うんですけれど、そうですね。なので もっとね本質的な話をするともちろんその今の資本主義の世界の中でね一方が働いてこれ男性女性どちらでもいいんですけど一方が働いて一方がその家庭の仕事をするっていう選択をしたのであればその選択は2人でちゃんと話し合うべきなんですよね。でそうじゃないとどちらも犠牲感が募ってしまうんですよ。だからその私は子育てやらされてる、俺は仕事を家族のためにやらされてるっていうふうになるのか、子供とね
奥さんあるいは旦那さんのために私が仕事できてる、僕が仕事できてるっていう喜びを感じる、うん、家庭の方もそのお子さんのねその世話と、いろんな家事のことだけやってて別に仕事しなくてもいい、なんてありがたいんだろうっていうふうにお互いに感謝することもできるんですよ。そうですね、うん、なのでお互いに苦々しくなるのか感謝するのかっていう選択肢があるので、まあ、そのあたりはね、うん、もしよかったらそのちょっと相手をその気にさせるとかそういう低いレベルのモチベーションじゃなくて本当に深いレベルでつながるといいでしょうね、うん、はい、なんかね共通してましたね2通ともね。そうですね、はい、ぜひちょっと大人になって頑張ってみてください。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはポストコロナ時代の人生設計ということで、ケンさんもいろいろなところでこのオンラインで配信しているときにこのポストコロナっていうことをキーワードにいろいろな解説をされていると思うんですけれども、やっぱりこのコロナの影響で不透明な先行きがもう本当に不透明な中、その実際に普段から短期的なプラン中長期的なプランっていうのを考えていた人でさえ一度ここでなんかこうゼロに戻るリセットせざるを得ない状況になるっていうのはもう世界中の人たちに共通していることなんじゃないかなと思いまして、はい、改めて今回のテーマちょっと伺おうと思うんですけれども、はい、ケンさんはやっぱりそのプランを立てるっていうことはすごく大切だっていうふうにおっしゃってますけれど、うん、このポストコロナ時代この中での人生設計においての中長期的なプランっていうのもやはり大事になってくるんですかね。そうですね、その結局その今まで例えばその旅行業界で生きていこうと思ってもそのお客さんがいなくなった、あるいはそのシェフでご飯を作ってあげようと思っても お客さん来なくなったら、まあ、仕事として成り立たないわけですよね、うん、なのでその今までのプランニングでは、なかなかうまくいかない時代になったわけだから、ここからやっぱりその大きく変えなくちゃいけないっていうのはまあ仕方ないことだと思います。そうするとなんかどういうところからこう一回リセットされてしまった人たちも含めてどういうところからスタートしたらいいんでしょうか。まあ、例えばねその時代の流れで消えていく職業っていうのがあるんですよ、まあ、去年から AI がそういった意味で仕事を取っていくって話をしてたんですけど、まあ、具体的に言うと運転手っていう仕事がありますよね、はい、でそのもうこれはほぼ間違いなくその自動運転の方に進んでるわけですよ、うん、でその、まあ、メルセデスとかテスラなんかは結構いい感じで自動運転の技術を持ってるんですよね、うん、なのでこれはもう5年後には間違いなくそのあるいは10年後にはもう車は自動で運転してハンドルもついてない単なる部屋のような車ができると思います。そうすると運転手の仕事がライフワークだと思ったとしてもその仕事がなくなるわけですよね、職業として、うんうん、そういう意味で皆さんがこれが仕事でやりたいというふうに思ったものがなくなってしまう時代に入ったってことなんですよ、うん、なのでその時にその運転手としてやりたいっていうふうに思ったって運転する車がない、そういうことを考えていったらそのこれからの時代どういうふうにその世の中が動くのか想定しておかないと一生懸命今運転技術を身につけたとしても全く無駄になっちゃうってことですよね。そうすると本当にガラッとその仕事そのもののジャンルも考え直さなきゃいけないっていうのが今なんですかね。そうです、例えば通訳なんかもそうですよね、今まであったら仕事あったかもしれませんけど今大体外国の人が日本に来ないっていうことなんかも考えると、まあ、僕の知り合いの通訳者なんかも困ってますよね、だって会議がないわけですから。はい、はい、まあその、一部は Zoom とかに切り替わってるとはいえそういった需要がだいぶ減ってるはずですよ、うん、なので今まで成り立った仕事が成り立たなくなる時代になったわけだから、まあ、これは自分がその新しい時代にその自分を合わせていくしかないですよね。そのためにはどういうスキルをつけるのか、どういうふうなその、まあ、キャリアパスを考えるのかっていうのはビフォーコロナとは全然違うはずです。ケンさんはもう本当にいろんな方たちとお会いしていろんな方の人生を見てきてると思うんですけれど、はい、その目標を設定して叶う人叶わない人っているっていうのもこの番組で何度も聞いてきてますけれど、はい、この時代の中での叶う人叶わない人っていうのこの色分けってどういうところから出てくるんですかね。まあ、例えばどういうふうにそれを実現するのかってことにこだわりがない人ですよね、
僕はその2018年ぐらいに世界的に活躍するってことを決めて、まあ、英語で本を出しましたよね。はい。で今あの、ポーランドとかいろんな変わったところでも出始めてて、今ギリシャ語、あの、ヒンズー語、それから、アラビア語とかでも出始めたんですね。で、まあ、それはもともと予定通りだったんですけど、予定通りじゃなかったのは世界で講演するっていう夢ですよ。これが、まあ、その本当だったら今頃ヨーロッパずっと一周して帰ってくる予定だったんですけど、それがなくなったわけですよね。で、じゃあそれ僕のライフワークはゼロになったかって言うとそうじゃなくて、今朝晩いろんなところとそのこういう形でズームでやってるんですよ。で昨日も朝も6時半から、これカナダのグループでしたけど、講演したり、この前は UAE ですよね。でその前は、ドイツとか、まあ、そういったグループに対して講演するってことが始まったんです、はい、で今までそのやるとしても500人とか200人とかだったのに、今何千人っていうプラットフォームに対してやり始めたんですよね、うん、ということは今までだったら300人しか影響を与えられなかったのが、その30倍の人たちにリーチすることができたってことなんですよ、うん、そういうふうに考えるとリアルではやってない、でも自分のやりたいことのエッセンスはほとんど変わってないわけですよね、うん、だからそう考えると自分のやりたいことをその変えずに、その本質は変わらずにやりたいメソッドが変わっていくってことだと思うんです、うん、まあ、そういった意味でその途中で収入をどう得るかとか、あるいはその何て言うんでしょう、こうやり方とか、そういったものに関してはものすごく頭をひっくり返すぐらい、まあ、ひっくり返るぐらい、もう自分で何か新しいことを構築しないと、今までと同じことやってたら難しいですよね、うん、でその中でこうフレキシブルに絶対この方法じゃないとっていうところをもう少しこう可動域を広げて、どういう形でもこう対応できるような感じだと、よりその目標設定っていうのことにも近づきやすくなるっていうことですね。そうですね。だから自分のやりたいことに対していつもブレてたらやっぱりそれが実現できませんよね。そうですね、うん、だから これは変えていいけど、これは変えたくないっていう、その辺の明確なその指標みたいなのを自分で持つことなんじゃないでしょうか。はい、ということで今回のラジオミニセミナーテーマはポストコロナ時代の人生設計ということで、改めて健さんに伺いました。健さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの一冊ご紹介します。ラジオネーム小川さん、私が紹介したいのは古野俊之さんの宇宙兄弟と FFS 理論が教えてくれるあなたの知らないあなたの強みという本です。自分を宇宙兄弟のキャラクターに当てはめ、タイプの違う他者との関わり方を指南してくれる本です。付属の自己診断が一度しかできないのが少し残念ですが、自分の強みを考える上でとてもいい本だと思いました。これを読んだ上でもう一度宇宙兄弟読みたい気分になりました、ということでメッセージを送っていただきました。はい、そしてケンさんの今週の一冊教えてください。はい、お父さん日本のことを教えて、初めての日本国史という本で、赤塚浩二さんが書かれた本です。あの以前確か赤塚さんってこの番組でもケンさんちょっと触れられたことありますよね。そうですね、この方はあの、うん、聖書 の研究家というか、聖書についてずっと講演してもらってる方で、同時に日本の歴史に関してもすごく、うん、造形が深い方なんですよね。でそのじゃあもともと彼がどうしてこの本を書いたかっていうと、お嬢さんがアメリカのホームステイに行って、でその日本はいつできたのっていうふうに言われたそうなんです。はい、でその例えばアメリカだったら1770年に独立宣言を出したとか、日本だったらその江戸幕府が何年とか鎌倉幕府が何年とか、そういうことを多分言えると思うんですよ、うん、でもじゃあ日本がいつできたのっていうふうに言われたら、ほとんどの人たちが答えられないんじゃないかと思うんですよ、うん、でそういうことを言われて、その高校生の彼女はすごく悔しかったんですよね。で日本に帰ってきて、お父さん日本っていつできたのっていうところから、その、まあ、日本のその歴史ってその遡っていけばある意味も神話にもつながっていくわけですけど、まあ、それがどうなのかっていうことを教えてあげてるうちに、へえそんなこと知らなかったって
いう、そういう風なので、それがですね、この本を書きっかけになったってことで、非常に面白かったです。僕も海外に行ってね、そのいろいろ聞かれるときに、日本ってどうできたのって、日本はロングロングタイムアゴーとかって、非常にごまかしてたんですけど、これでちゃんと説明できるなっていうふうに思いました。確かにでもロングロングタイムアゴーですよね、神話の世界も含めたら。そうなんです、2000年以上の、ね、歴史があるわけですから。じゃあその、まあ、例えば卑弥呼の時代ぐらいからだんだんどこにあったかも含めて怪しくなってくるわけですよね。だからその辺 その日本書紀だとかその辺のことなんかも、全部書いてあるので、日本っていつできたんだろうって気になった方はぜひ本読んでください。はい、はい。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードを添えてお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。できることが増えるより楽しめることが増えるのがいい人生、斉藤もた。本田健の人生相談リア健、いかがでしたでしょうか。先ほどのケンズライブラリーで健さんの、ね、日本の始まりロントングタイマーゴーって言ってたっておっしゃってますけれど、実際そういう話って、歴史的なこととか国の成り立ちって話で出る機会っていうのもあると思うんですけれど、はい、ケンさんはどういうふうにこれまでこう話されてきたんですか。まあ、これはですね、その諸説ありますし、日本、その、いつできたのかっていうことを考えると、日本人がずっとそこにいたわけで、じゃあ縄文人とか弥生人とかっていう話になってくるわけですよね。で、その天皇家のルーツがどうのこうのとかになってくると、これまた政治的な話にもなってくるわけですよ。なので、それがどこまで客観的に言えるのかっていうのってなかなか難しいところで、その途中からはある意味信仰というか政治の世界に入ってしまいがちなのがこの日本の歴史なんですよね。なので日本国歴史っていうと、なんかこう例えば右翼的なものを想像する人もいるし、まあ、右翼の中にもいろいろありますし、まあ、そういう意味ではそのより客観的な知識っていうのがなかなか難しくて、そういう意味ではこの政治的にならないでそういったことを勉強しておくっていうのは結構大事だと思うんです、ね。そもそも歴史って勝者によってこう書かれてきてるものっていうのも多々あるじゃないですか。そうですね。何が本当に、タイムワープしてみないと本当のことってわからないですよね。本当にね、そうそう。だからそういった意味で客観的に書かれてる本って実は結構難しいのが日本の歴史だなっていう感じがしますね。じゃあそういうことも含めてお伝えされたりしてるんですか。そうですね、まあ、親しい人たちにはその日本の歴史って実は、まあ、すごくシークレットなんだよって、そのノーバリーの、まあ、誰も知らないんだっていう話をし、まあ、一応客観的なことをいくつか話しますけどね、まあ、それがそのだってすごく分かりやすいじゃないですか、アメリカ独立宣言とか。本当そうですよね、うん。まあ、その2000年前の話って言ったら、じゃあ誰がどうしたんだっていうとね、その非常に曖昧な部分もありますからね。はい、はい。でも非常に、そういう一旦そういうことは一通り知識として入れておくのは大事だなと思いますね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、この番組ではあなたからの感想、健さんへの質問もお待ちしています。質問の登録は本田健公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページからご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。またヒマラヤアプリで好評配信中の500回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムですが、この度ディアケンの4500万ダウンロード突破を記念して、年内は無料でバックナンバーをお楽しみいただけるということになりました。ディアケンプレミアム以外にもヒマラヤだけで聞いていただけるディアケンのこぼれ話も配信しています。そちらも楽しみにしていてください。ヒマラヤアプリの視聴方法は本田健アプリ、もしくは健さんの公式ホームページからご確認いただけます。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。